What is up, everyone, and welcome back finally in Final Fantasy 16. It's been a while, but let's continue this journey again. I think I have to start a little bit to get used to the game yet again. But yeah, we're going now to Sitsk Solar. I think also there was like a little update. You can change appearance now, but we will take a look later in that.相変わらずにぎやかだな、ここは。どうせ死んだら静かになるんだ。生きてるうちはにぎやかなくらいでちょうどいい。それで旅の収穫はあったのか。なぜこの身にこの力が宿ったのか。意味も理由もまだわからないことだらけだ。It's a gift, it's a gift. ただ一つだけはっきりしてる。俺は火の召喚獣イフリートだ。これからそれを背負って生きていく。そしていつの日か全ての真実を突き止めてみせる。それでいい。自分を受け入れることが自分を救う足がかりになる。それがたとえ どんな過去であったとしてもな。以前あんたは言ってたな。誰もが人として死ねる場所を作りたいと。そうだ。それはきっと人が人として生きられる場所を作ることなんだろう。俺はこれまで復讐のためだけに、それだけのために生きてきた。自分以外の世界から目を背けてきたんだ。 現実を見て思い知らされた。人が人として生きることすら、普通に生きて普通に死ぬことすら、それさえこの世界では難しいのだと。それに気づいたからにはもう見ないふりなんてできない。それは償いのつもりか。 俺と彼女の決意だ。ええ、そう決めたの。ふぬけを養う余裕はないぜ。知ってるさ。<笑>いいだろう。お前たちが仲間になってくれるなら、こいつが大真面目にできるってもんだ。ガブも言ってたな。何をするつもりなんだ。 ザンブレク王国、そのコートオリフレムに潜入する。マザークリスタルをぶっ壊す。Alright. Raid into the capital. ゲイカ、手つかずの豊かな土地があるではないか、このすぐそばに。それはもしやクリスタル自治領のことで。お言葉ではございますが、彼女は各国間において不可侵条約が結ばれており、条約など 平時にしか意味を持たん。そうおっしゃいましても、条約を犯すなどは。ここで危険を冒して、自治領を犯せる必要が。黒の一帯に土地を奪われた民がこのコートに押し寄せている。田園地帯が黒に飲まれた以上、遠からず食料も窮するだろう。
それにケーラの進めた先の戦、ウォールードから領土を取り戻すどころか手ひどくやられ、あまたの将兵を失った。この国難、苦しむ民を前にして揃いも揃って優雅に茶会とは、ご賢人が聞いて呆れる。我々はそのような軽い気持ちでは。これは大事な議論。民あっての国、国あっての我々、我々は奉仕せねば。死の大地が国領を蝕むのなら、民のためにそんなもの捨ててしまえばよい。しかし芸家、芸家、どうかお考え直しを。今こそ潮である。クリスタル自治領を新たな国領に。グエリゴールの信託だ。しかしそれは神のご意志ならば。だが何から手をつけたらよいというのだ。資金の調達はどうする。となれば軍の支度も急がねばなるまい。それより諸国への対応を決めねば。猶予はないぞ。事の支度を急げ。ディオンはどうしている。大阪海峡の砦に駐屯中にございます。しかしながら芸家の命とあらば、すぐにでも戻られるかと。構わん。戦の傷を癒せと伝えておけ。またすぐにバハムートの力が必要になる。仰せの通りに。待ってくれ。ということはマザークリスタルが黒の一体の原因だとでも。正気か。こんな悪趣味な冗談誰が言うよ。黒の一体は死の大地だ。大地のエーテルが枯渇し、草木も生えない。魔法なんて使いようはずもない。それも全てマザークリスタルが周辺のエーテルを吸い尽くしたからなのさ。長い間調べてきたんだ。根拠もなしに言ってるんじゃないぜ。そうだな。クリスタル、誰もが使ってるこいつは、そう、エーテルを吸って魔法に変えるが、一体どこで取れる。各国のマザークリスタルを削り出してんだろ。つまりマザークリスタル自体も本質は変わらないってことだ。マザークリスタルはただ巨大なクリスタルに過ぎない。理屈はそうだが、人が魔法を使うときとは違い、エーテルを吸い続けている。どこに流れてるかは俺もさすがにわからんがね。マザークリスタルは神聖な存在。俺たちはそう教えられてきた。だからこそ人はエーテルの矜持をクリスタルの加護として崇め、その加護をめぐり争い続けてきたのだと。真実を知られると都合が悪かったんだろうな。都合が悪いって誰が。さてね、神様かな。マザークリスタルのことは分かった。だがベアラーは彼らやドミナントを救うんじゃなかったのか。もちろん続ける。これまで通り対処していくさ。しかしマザークリスタルを放っておけば、この世界は黒の一体に沈む。みんな死んじまう。それじゃあ遅いんだ。生き残らなければ話にもならん。クライブ、お前の言う
人が人として生きられる場所、そいつを作るためにもな。だから全てのマザークリスタルを破壊する、俺たちの手で。Hey, that makes sense. A lot of story going on right now. Lurka. Mou, it's the cry of Anta, Shinji Tamio. Chikai no Akashi, the Tokodana. Diary にしてるぜ、二人とも。マザークリスタルの破壊、大仕事だな。しっかり支度をしなければ。It's really just that he tells it himself. Yeah, let's buy some ball shoes. I think we're doing good though.We also have a few side quests popping up here, down. Guess we can just do them. I think、I did all of them till now. See what he wants. Zuiven, Ochiskana Yostana, Komarigotoka. Ah, Kimiwa Kraibuke. Nim Bokwa, Hokugakari no Guren. Kono Kakregaya.各地の同志たちに物資を届けてる。でも補給物資のいくつかを落としてしまった。しかも一緒に届けていた手紙もなくなってるんだよ。探しに行かないのか。そうしたいのは山々だけど、すぐに別の任務に出なきゃいけなくて。そうだクライブ、僕の代わりに探してきてくれないか。仕方ない。ありがとうクライブ。補給物資と手紙を探せばいいんだな。ロストウィングからゴールトン農場を通って帰ったんだ。落とした補給物資は、指導宛ての手紙は一通だけど。分かった。本当に助かるよ。ああ、僕はもう次の任務に出ないと。それじゃあよろしくね。All right, so we have to look for a letter or something. 正しいやつだ。Okay, well, I'll leave to that for now. Let's first ゴールトン農場に向かおう。Pick up more quests. 見つかるといいが。Check the map. Yep. Okay, there's one more quest down here. Then here's the main quest. Kaeri ga osos. Buchi da to ii ga. Dou ka shita no ka? Oya. Kimi wa shin-iri no jitsu wa.仕事に行った仲間の帰りが遅い。ベアラが危険なのは承知の。この隠れ家で暮らしていくにも金がいる。カローンの資金援助だけで。そうだ。ならばその腕を見込んで頼みがある。I guess we can。ありがとう。そのランダルという名の青年で詳しいことは簡単な。それでは。Okay, finally, we have to find someone now, also in this quest. So we have to find a letter and some Randall dude. Check out our potions now. Kondo, where are you going? Court and Oriflame. You are so busy. I'm going to get a new shina. Okay, Gaia Blade. Yeah, we don't need any weapon for now.I think I can also pick something on my inventory. The game has updated and there was something I can pick up. Check it out though in a second. Yeah, we still have all the parts. We can buy the stone skins though. Lionheart Tonic, what is it? Okay, it fills the limit break. How much skill do we have? We have enough. I want to put it. Let's have everything.ありゃ、何詳しいことは、おっ、そうしよう。Yeah, let's go to the world map. Yeah, let's do the side quest quick.
And after we come back for the main story. Okay, let's get this missing items. So we were looking for a letter, but... Oh wait, here's one more. あなた、確かマスターの。こんにちは。今日は畑の仕事かしら。いや、仲間が落とした手紙を探している。さあ、見てないわね。そうか。待って。そういえば、少し前に見かけた犬が髪をくわえてたの。あれがそうだったのかしら。その犬はどこに。ロストウィングの方へ走っていったわ。誰。助かった。Now we're chasing a dog. It's really sad also, honestly, that the subtitles are not really matching the Japanese voices at times. Sometimes it's fine, but there's now a few times here and there where it's really, really off.And even with my weak Japanese, well, I barely understand anything, I know. But yeah, whatever. Mostly unimportant text anyway. Important things are pretty on point. Okay, next up. Let's find this dog and letter, whatever.お前が持っていたんだな。これで全て回収できた。悪いな、もらっていくぞ。隠れ家に戻ってグレンに届けてやろう。日が暮れる前に乾かさなきゃ。How do we get to this hideaway? Okay, I have to walk all the way over here.I think she's down or something. Remember the city too well. Maybe down from here.何か用でも。ランダルという男があんたのところで働いてる。彼の戻りが遅いと仲。ああ、やつなら荷運びを手伝ってもらってるよ。いや、さすがに遅すぎるか。俺が見てこよう。村の南門を出たロベール林道。何かあったのかもしれん。行くなら気をつけろ。Okay, you have to search for a lounge for Randall in the Lover's Pass. I thought this quest was connected to the letter, but it's the other quest apparently. Okay, maybe we can... Yeah, that's pretty far away. Can we not teleport here somehow? Or teleport out? We can't. I think, yeah, I have to walk. Dang it.
out here. It makes it a little dark when it's like it. Right. Not from here. Okay, from up there. And our good. I'm gonna fight an enemy to get the feeling of the game again. It's been a few weeks that I actually continued. Busy life, but we are back into gaming. From what I remember is that we get now our we can now transform into dominant, which makes him pretty OP the character. Oi, 大丈夫か? そのブローチ、あんたマスターの大変なんだ。蛮族に襲われた。そしたらランダルが。俺を逃がそうとおとりになって。どこで襲われた？この先の少し開けた場所だ。お願いだ。ああ、分かっている。あんたはロストイングへ戻って。Finally getting the hang of it again. Okay, I have a lot of HP this Tika do. You got a certain amount of skills now with the fire that you can switch out. I think this fireball also like protecting me a little bit from the damage. Doing his spinning business again. Okay,
Yeah, a little bit more. But finally. このままにはしておけないな。戻った簡単に相談しよう。Oh, in the end we came for our dead body. Yeah, let's check out my inventory and see if something I can pick up. Said it earlier, but.Probably under system. Redeeming wires. Okay, we get an onion sword. Maybe even better than my own weapon. My current one is better though. Yeah, my current one is better. But yeah, it's nice to have another sword.もうじきブドウの収穫だ。忙しくなる。Waiting for a time also to ride a chocobo. そろそろみんなが畑の仕事を。戻ったか。うちのやつから知る。それでランダルはどうした。くそ。ダメだったか。南門からしばらく進んだところに彼の遺体がある。ああ、すぐにでも向かわせよう。気心の知れたやつだったのに、まさかこんなことになるとはな。ランダルとは長い付き合いなのか。よく手伝いに来てたよ。賃金がいいからって危ない仕事ばかり進んでやってた。隠れ家のために。今回の件は俺からシドに報告しておく。お前にも迷惑をかけた。All right, that was that. Back to the letter. At least I kept the side quest pretty simple, so not that much effort to finish them. Otto tachi bata bata shite ta wa. Don't know how it will be later in the game, of course.ああ、クライブ、ようやく任務が終わって急いで戻ってきたんだ。まだ探しきれてないよね。問題ない、すべて拾ってきた。本当かい。補給物資もし、ああ、すべて渡しておこう。うん、確かに落としたものが全部ある。よかった。補給物資もそうだけど、手紙を落としたってシドにバレたら。機密の内容なのか。あ、違う違う、シドの娘さんからさ。遠くの学校に通うのに離れて暮らしてるらしくてね。あのシドが。それに今回は久しぶりの手紙だったからね。本当に助かった。この手紙が届いた日のシドはいつ。Oh, thank you for the rewards. Get back to the real story. Leveling goes pretty slow in this game, honestly. A slow paced leveling system. Crime, 無事で。よ、話は聞いたぜ。シドのやつがついにやるんだろう。
まずはドレイクヘッドからだとガブが騒いでた。これからオリフレムに潜り込む。状況がわかるか。ああ、協力者から知らせがあったところだ。ザンブレクは先のベレヌスでの戦いでウォールード王国に負けたばかり。それなのに早々に再軍備を始めたらしい。人や物資が入り乱れてコートは混乱してる。また戦を？グエリゴールのお告げってやつさ。戦好きの神様を崇める国とは始末に負えんよ。とはいえまたとない好機だ。それだけ動きがありゃ潜り込むのはそう難しくない。歓楽街にでも入っちまえばまず見つからんだろう。問題があるとすればノースリーチの関所か。ああ、ノースリーチはオリフレーム前の最後の関所だ。案の定通行が厳しくなってる。だからこいつを持ってけ。これはそこいらの通行証よりよく聞くお守りだ。ノースリーチに俺たちの協力者がいる。ストラスを飛ばしてお前たちのことを伝えておこう。あとはそのお守りを持ってりゃ向こうから見つけてくれる。うまく関所を通してもらえ。ありがとう、夫。念のため相手の特徴を聞いておきたい。通称マダム。とびきり美人の娼婦だからすぐにわかるさ。彼女を見て日和るなよ。わかった。やれやれ、からかいがいのないやつだな。だがその仏頂面も見られなくなると寂しいもんだ。必ず戻ってこいよ。Alien report unlocked. Okay, what is this? Information about the quest. Stuck はこんなところか。ガブに声をかけておこう。おや？俺はゴーチェ。ここでは協力者たちからの知らせをもとに各地で起きてる問題を取りまとめてるのさ。あんたも厄介事の解決を頼まれることがあるだろう。今どこでどんな問題が起きて人助けをすると気分がいいもんだぜ。どうぞ見てってくれ。 Oh, there's more quests now. Oh, you can directly travel to them. Okay, well, let's leave them out for now. First, we're going to continue with the main story. You can always come back for this. さっそく出発か。気の早いことで。また振り回される。振り回されたいの間違いじゃねえの？お前ほどじゃないさ、ガブ。え？潜入するにはいい頃合いだ。行くとしよう。構成はドミナントだけで行く。それじゃ3人だけで。戦をしに行くわけじゃないんだぜ。マザークリスタルは国の要だけに警備も厳しいからな。少人数で潜るに越したことはない。 Forget about the dog, huh?That's three of us. 最悪の場合、俺たちなら召喚獣になりゃいい。俺はまだ力をつかめてない。イフリートになろうとしても、なれないかもしれない。ドミナントなら覚醒と同時に自然と使いこなせるもんだが。お前は事情が事情だからな。でもクライブにはフェニックスの祝福がある。それに、ガルーダの力もな。そもそもお前の剣の腕はロザリアのお墨付きなんだ。なら万が一にも自分の力でどうにかできるだろう。また適当なことを。足がつかないようにばらけて向かうぞ。ノースリーチで落ち合うとしよう。
I'm thinking about now is the Sith dude have actually the lighting. Wonder if we ever are gonna take that from him as well. シドたちとはノースリーチで合流だったな。関所を越えるためにも協力者に会わねば。あんた、すまないが。なんだ。ああ、オリフレンで保護したベアラーたちを前の主からよほどひどい目に遭う。人だろうな。俺の代わりに彼らの。俺で。そうか。必要なものがあったら村の連中。そうさせて。ベアラーたちはそこの椅子で休んでる。それじゃ。Okay, well, they're sitting right next to me. Whatever, let's do it then. オリフレムから来たらしいな。何かあれば、俺に言ってくれ。ここは安全だ。俺たちベアラーが喋っても。本当か。じゃあ。食べる。わかった。酒場でもらってこよう。ありがとう。すぐに戻る。Oh, how I get myself always in this side story somehow. I cannot leave them alone. I shoot honestly sometimes. But yeah, let's get the poor people some food. Sorry, but you have to go to the house. I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. Oh, that's a good thing. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go パンとワインでよけりゃ。ブローチ一つで随分な態度の変わりようだな。そりゃそうさ。ここじゃマスターの決めたことが全てだからね。マスターのお客人なら協力は惜しまない。それさ、ベアラーたちがお腹を空かせてるんだろ。パンとワインか。さっきのベアラーたちに持って行ってやろう。今日もよく働いたぜ。兄さん。パンとワインをもらってきた。本当にいいの。ねえ、兄さん、この村は夢のようなところだね。座るなとか食べるなとか誰も言ってこない。ああ、本当に。次はお前たちだけで行ってこい。もう自由なんだからな。わかった。Okay, that was really simple. Well, they're free now. They're in this wonderful little town. Okay, where do we... Oh, wow, it's all the way here. Okay, let's teleport to this place then.
Yeah, we can also fight some enemies if we want to. Yeah, they're too low level for me. Actually, 8 levels above them. Place, I think I bought everything here. Now. 見えてきた。ノースリーチだ。協力者のマダムは娼婦だと言っていたな。探してみよう。私がこの花を好きだって覚えてたのかしら。香り袋か、シドよりもオットーの方がよっぽど女泣かせだったりして。あなたはどう思う、クライブ？やっぱりあんたか。私はイサベル、ノースリーチの召喚、夜の帳の主人よ。シドのところの新入りさんでしょ。夫から知らせを受けてるわ。さあついていらっしゃい。どうしてシドのやつに協力を。シドとはもう長い付き合いでね、昔ちょっと大変だった時に助けてもらったのよ。この町で商売を続けていられるのも全部彼のおかげだから、その仲間には親切にするって決めてるの。それにあれ、ここはコート前の最後の関所。ベアラー一人では決してあの門をくぐることはできない。でも私ならあなたを門の内側へ連れて行ってあげられるでしょ。どうやって。夜の女王って何、恥じないくらいのことはできるつもりだから、無事に関所を抜けたら一つ私の頼みを聞いてちょうだいね。Well, she is a nice master, though. No, no. Okay, let's We have here a new thing. I think I'm not sure if I explored this whole place already. I think before we couldn't get to this area.何を買うか早く決めてくれよ。何をするつもりだ。そんなに不安にならなくても平気だから。俺がベアラーであることはこの刻印でおのずと知れる。下手に隠すと怪しまれるぞ。別に隠す必要なんてないわ。普通に行って普通に通り抜けるだけなんだもの。
これはマダム、お帰りですか。ええ、今晩の支度をしなきゃ。ところで、そちらは誰です？私の新しい用心棒なの。どう？かわいいでしょ？マダムの番犬とは羨ましいね、色男。じゃあ、もう行くわ。またうちをごひいきに。待て、お前、まさか。やっぱりベアラーかよ。マダムに拾われるなんて運のいいやつだな。ほら、さっさと行け。What a terrible people being branded, this whole branded situation. ほら、無事に抜けられたでしょ。まったく、肝が冷えた。これくらいは簡単よ。ノースリーチに勤める兵士はうちの一番のお客だもの。それにここは私の町。罪さえ犯さなければ大抵のことはなんとかなるわ。さあ次は私の番ね。詳しい話はお店に着いてからにしましょう。仕方ない、協力するか。今夜こそ。ええ、分かったわ。お客様に粗相のないように。お帰りなさい、マダム。ただいま。マダム、お戻りで。遅くなったわね。ようこそ、クライブ。ここが私のお店。無事に関所を抜けることができた。改めて礼を言う。二人の時はイサベルでいいわ。クライブは律儀なのね。シドとは大違い。イサベル、あんたの頼みというのはシドたちと落ち合うまでに片付くことならいいんだが。シドとお嬢さんはうちの子が順に案内する手はずよ。関所を抜けるにはもうしばらく時間がかかるわね。それまで人探しをお願いしたくて。実は少し前から娼婦が一人、立ち犬が行方不明になってるの。壁の外側に出た様子もないし、何かに巻き込まれたとしか思えないわ。どうも人探しには縁があるな。分かった、やってみよう。ありがとう、クライブ。そうだ、信頼の証ってところ。ベアラーが出歩くなら持っておいて損はないから。私はこの後鉄の酒樽邸で用事があるの。何か分かったら知らせに来てちょうだい。娼婦たちに話を聞いてみるか。あら、そのブローチ、マダムのお使いかしら。タチエヌという娼婦を探している。知っていることがあれば教えてほしい。タチエヌ、まだ戻ってないのね。私がもっと話を聞いてあげてれば。彼女と話したのか。ええ、いなくなる前日にマダムからいただいた櫛をなくしたって。あの子、母親を早くに亡くしたから、鶴草模様の入った古ぼけた木の櫛だったけれど、とても大切にしてたのよ。マダムの櫛を。そうね、タチエヌと一緒に暮らしてた子なら何か知ってるかもしれないわ。池の前で休憩してるはずだから、彼女に話を聞いてみて。分かった、
ハチエヌと暮らしていた子か。あら、あなた、マダムの新しい用心棒でしょ。ブローチを持たせてもらったってことは、何か仕事を頼まれたのね。タチエヌと一緒に暮らしていたと聞いた。彼女に変わったことは。ああ、彼女のこと、人と会うと言って出て行ったきり、やっぱりあいつと何かあったんだわ。あいつ、あの子の客でザンブレクの兵士なんだけど、最近タチエヌをつけ回してたのよ。店の外でも構わずちょっかいを出してきて、あの子すごく我慢してたわ。でもマダムには迷惑かけたくないから黙っててって。何でもいい、その兵士の。確か右目に傷があったはずよ。訓練中に怪我をしたと言っていたから。ありがとう。絶対にタチエヌを見つけてね。ザンブレクの兵士、軍の訓練場を当たってみるか。戦に出る前に。 Okay, so we have to find some dirty little men. ここに駐屯している兵士の中に。なんだ、ベアラーの分際で人様に声かけ。バカよせ、よく見ろ、こいつはマダムの用心棒だぞ。夜の帳を出禁になったらどうすんだ。右目に傷ってヤニックのことだろ。あいつならしばらく見てないよ。ああ、ここらで商いをしている行商人に用があるからって少し前にムーアに行ったままだ。そうか、ムーアか。行く前に一度イサベルに報告しておこう。それこそビキ。次の戦か。おや、そのブローチはまだの。私はこの町のことぞ。クライブ、彼女のこと何か分かった？ああ、報告することがある。タチエヌがそんなことに。彼女をつけ回していたヤニックというザンブレク兵も姿を消している。その兵士は行商人に用があるとムーアへ行ったそうだ。俺もこれから向かう。そう、でもムーアとは厄介ね。なぜだ。あの村はベアラーの扱いが特にひどいの。あなた一人で探るのは厳しいかもしれないわ。それにコートの目前で無駄な騒ぎを起こすわけにはいかないでしょ。ムーアへ行ったら厩舎にいるベルトランを訪ねて。彼は私の仲間よ。きっと力になってくれる。ベルトランだな。分かった。And now we have to get all the way there. Okay, how do we go from here then?She just opened another map. It's definitely a new area. 穀倉地帯か。以前は気にも留めなかった。Let's explore a little bit. Tower over here.And the exits also here, there's an. Let's drift off. But I'm only with my dog right now.
Okay, very empty area. Burial captain. Whatever, let's go. So there's soldiers around here. In a room. Doesn't hurt to get some extra XP. I think we're still okay. Fine for now. Okay, found some tower. So just like a tower with many enemies around, maybe in the end they will send like a stronger enemy. Go doggy, we can do this. Okay, just a little chest right here. Oh, okay, more enemies. Let's go back now. Is there also a tower here maybe? Is there too? Yeah. Yeah, let's check both of them then. Why not, right?
nice overview on the sea. Got raptors. Doesn't get anything to upgrade right now. Abilities have some points. Don't think it's enough for me. Oh, we can do this. We avoid this little raptor. Oh no. Here we go again. Yeah, we found a blue belt. Worth it, maybe. Yeah, we have one tower left there. Then there's a little town. Go from the side. I think it's a tower though over there. Yeah, maybe go straight for the city. Little town up there.何の話だ。聞いておらんのか。早く助けに。
わかった。おお、息子は、さっきの男。There's a wild beast here. Well, let's just help him out then. 落ち着いているように見えたが、ともかく何かあってからではまずい。奴の息子を探さなければ。誰か助けて！子供の声だ。Where is he? 待ってろ。今助けるぞ。That was it. A hoping for experience. ああ、猟犬を倒しちゃうなんて。お前、何やってるんだよ。ベアラーなんて、魔物にやられて壊れちゃえばいい。どういうことだ。魔物に襲われていたんじゃないのか。うわ、ベアラが喋った。僕はパパに言われてやっただけだもん。なんだと。また喋った。まさかこのベアラーたちは今の魔物に。なんてひどいこと。あの親子に詳しく話を聞かなきゃ。 Well, in this world you definitely don't want to wear any tattoos. No one will be nice to you. そこのベアラー、息子から聞いたぞ。せっかく手なずけた猟犬を殺したそうじゃないか。そもそもなぜお前はまだ生きている。ベアラーはわしら貴族を頼…貴様ら…また勝手に喋った。最近奴隷商から買ったベアラーかと思ったが、よく見れば確かに…おい、お前の主人に文句を言ってやる。俺はノースリーチのマダムの、今は主人に命じられた仕事の最中だが。何？マダムだと。一つ教えておく。ベアラーもお前たちと同じように恐怖や痛みを感じるんだ。いいか、命で遊ぶんじゃない。パパ。ねえ、いくらマダムの奴隷とはいえ、ベアラーごときにあれこれ言われる。パパ、また猟犬を買ってよ。今度ちょうど今別の魔物を捕獲させている。新しいや。まだ続けるつもり。この様子じゃ殺されて。せめてこれまで一体何人が犠牲になったんだ。 I don't know if he just killed that old man. Fuck him.またベアラーの死。君はクライブだな。なぜ俺の名を。マダムから聞いてる。私もあの方の元で働いてるんだ。しかしひどいことを。あんたがいつも埋葬し。ああ、マダムの言いつけでね。おう、クライブ、よければ手伝ってくれないか。ああ、これでよしと。そうか、君が猟犬を始末してくれたんだな。だが
奴らは新しい魔物を捕獲させているようだ。まだ続けるのだ。ベアラーの命を何だと思ってる。何とも思ってないさ。金持ち貴族どもはベアラーを退屈しのぎに使い、死ねばゴミのように捨てる。だが少なくともあの貴族のくだらない遊びは終わる。あの声は、ほらな、野生の魔物がそう簡単に懐くものか。それはベアラーも同じ。いつか牙を剥かれた時、まあ結果はどうあれ、ありがとう。俺は何も。取っておいてくれ。それじゃ。私のクロエを見なかった？うちで飼ってる子なんだけど、いつ、あなたクロエを探してくれな。ああ、探してやろう。クロエはどんな見た目なんだ？白くて綺麗な毛で私のお気に入りなの。それにね、おとなしくておりなのにずっと帰ってこなくて、きっと今頃お腹を空かせてるはずよ。なら急ぐとし。闇雲に探すわけにもいかん。みんな近くの村人に聞いてみるか。This question waits for now。ここはベアラーの扱いがひどいと言っていたが、彼女の仲間に話を聞いてみよう。あの黒い服のベアラー、見ない顔ね。主もいないのにうろちょろして。いらっしゃい。毎度あり。あんたがベルトランか。力を借りたい。そのブローチ、マダムの使いか。ひとまず要件を聞こう。マダムからの依頼で人を探している。この辺りで商いをしている行商人を知らないか？何人か心当たりがあるが、そういや最近ザンブレク兵と揉めていたやつがいたな。おそらくそいつだ。その行商人ならまだ村の中にいる。すぐに見つかるだろう。だが気をつけろ、印持ち。いくらマダムのブローチを持っていても、この村で目立つ行動は厳禁だ。助けるにも限度があるんでな。ああ。今年は小麦がよく実ったな。お前の主人はどこのドイツだ？ノースリーチのマダムの使いで来た。あんたに教えてほしいことがある。マダムの？それで？ここに右目に傷のある兵士が訪ねてこなかったか？ああ、小汚い櫛を持ってきて、これよりいいのを売ってくれってさ。あの野郎、散々ねぎってきやがって。一悶着あったからよく覚えてるよ。ま、最後はふっかけてやったがに。あんたから櫛を買った。確か待ち合わせをしてるとかで近くの遺跡の方へ行ったんじゃなかったかな。助かった。なに、マダムの。それよりマダムにしっかり伝えてくれよ。ボギーだ。おで血の匂いだ。嫌な予感がする。あれはホルム、魔物を片付けず。
戦場の死体だ。違うと思いたいが。二人とも魔物に襲われたか。この様子じゃ逃げる間もなかったようだな。この櫛、立ち得ぬなのか。ああ、多分そうさ。ヤニックが入れ上げてた娼婦に違いない。そこに転がってる兵士がお前の探してたヤニックだ。まったく、バカしやがって。あんたはノースリーチの訓練所で、どうしてここに。お前が来た後、俺もこいつのことが気になってな、仲間たちと探してたんだ。そっちの目的は娼婦の方だったのか。ああ、マダムに頼まれてな。ヤニックはその女にえらく惚れ込んでた。女が大切にしてた櫛に、それを送った誰かにひどく嫉妬してたよ。彼女に新しいものを買い与えて自分だけのものにするんだってな。この櫛はマダムが送ったものだというのに。恋人がいると思い込んでたんだろう。それにしても何だってこんなところで。立ち得ぬの櫛を盗んで、それを餌に彼女を呼び出す。そこを魔物に狙われ。あいつのことだ。もしかしたら強引に連れ去るつもりだったのかもしれない。何にせよ最悪の結末になっちまったがな。すまない、マダムに迷惑をかけた。ヤニックの死体はこっちで内々に処理する。いいのか。軍の不祥事だ。尻拭いぐらいするさ。さっきムーアの村でマダムを見かけた。彼女によろしく伝えておいてくれ。ムーアにイサベルがいると言っていたな。 Okay, well, every time when we're trying to find someone, it's already dead. マダム。無事のようね。さっき。うちの店にシドとお嬢さんが来たの。この先の教会に来るようあなたに伝えてくれって。わざわざそれを言いに。それで立ち得ぬのことなんだが。あの子のこと何か分かったのね。そうだったの。娼婦と兵士の仲がこじれるなんて本当によくある話よ。ただ二人を知る人の心に傷が。この櫛が彼女のそばに落ちて。いろいろとありがとう、クラ。Yeah, just a little bit more for level up. それじゃ。待って。あなたたちはオリフレムへ行くのでしょう。うちの乗客から妙な噂を聞いた。何でもザンブレクの信仰シルベストルがオリフレムを捨てようとしてるんじゃないか。どういうことだ。ザンブレクとウォールードはたびたび領土争いをしてたけど、今度の再軍備は。これまでとは用心するに越したことはないわ。わかった。Alright. Okay, so this part is done. We find our friends again. He's from here. Yeah, we'll do it in the next episode. That's it for now. But we're back in the game. And yeah, see you soon again. For now, thank you for watching and see you soon again.